タラバエビ科は、小エビ科目に属するエビの分類群の一つ。北国赤エビ、北海エビ、ボタンエビ、富山エビなどが分類される。世界中の海から多くの種類が知られる。タラバエビの和名は、タラの魚場で、同所的に漁獲されることに由来し、主要な水産重要種はその名の通り艦隊の深海に多い。ただし北海エビや砂エビ、三つくりエビなど、 浅い海の藻場に生息する種類もいる。また、ミノエビ族、人権エビ族の多くの種は、温帯から熱帯域の深海に生息し、沖合底引き網やエビか五漁で漁獲され、食用とされる。ビシャモンエビやクラゲエビなどは、熱帯の浅い海に分布し、サンゴやクラゲなど他の動物と共生している。体長や体型は属によって大きく異なる。小型の種類は、 ビシャモンエビやクラゲエビなどがあるが、これらは体長1から2センチメートルほどで他の動物と共生する。体色や体型は共生する動物に合わせて擬態しており、不足が短い。一方大型種はモロトゲエビ属、タラバエビ属、ミノエビ属に多く、中には体長20センチメートルを超える種類もいる。一般的に楽覚は長く、 上に反り、たくさんの歯がある。第一歩客のハサミが強い耐火傾向を呈するのが特徴である。第二歩客は小さなハサミをなし、長節と腕節の間の関節で折りたたまれる。腕節は、複数の節に分節する。なお、タラバエビ族とモロトゲエビ族の種は、優勢戦熟の性転換をするのが特徴である。これらの若い個体は、 繁殖期がやってきた時にまずオスとして繁殖に参加するが成長するとメスになる。他の族では性転換の例は知られていない。卵はメスがハラしに抱えて孵化するまで保護し、卵からは陽性が生まれる。モロトゲエビ族やタラバエビ族の一部の種の卵は小エビ種種種としてはかなり大粒で一度に産卵する。卵の数が少なく、 放卵する期間も長い。例えば日頃萌えビは、長径4ト、mm、ルほどの楕円形の卵を200個ほど産卵し、2年近くも放卵することがわかっている。中型、大型の種類は、食用となり、水産資源として、重要な種類が多い。日本では1960年代から1970年代頃までは、漁獲地周辺の流通にとどまっていたが、冷凍。 運搬技術の発達や沿岸漁協の宣伝などにより、広く流通するようになった。さらに輸入も行われるようになり、食材として目にする機会も多くなっている。その一方、日頃もエビなど、大卵賞産型のエビは、漁獲型に伴って、資源の枯渇が深刻になっている。約20属0種が属する。ミモエビ、ビシャモンエビ、パンダラス、ボレアリス、ハット、ホールト、ヒューゼ。 による FAO の報告には種ごとの漁業価値が記されている。パンデリデハウアース1825ワールドレジスター・オブ・マリン・スピーシーズ2015年2月2日閲覧ありがとうございます。